南陽市スポーツ推進員の委嘱状交付式がこのほど南陽市の熊野大社昭乗殿で行われました。南陽市スポーツ推進委員は、障害スポーツの振興、市民一スポーツなど地域スポーツの振興を目的に活動する専門委員で、現在25人で活動しています。委員は南陽市内7地区の公民館からの推薦で任命され、任期は2年間となっています。今年度は改選の年にあたることから、新任の3人を含む25人が委員に選ばれました。委嘱状の交付では、委員を代表して今年度新たに任命された赤湯地区の上坂勇さんに長浜教育長から委嘱状が手渡されました。長浜教育長は、コロナ禍の中、大人も子どもも不安な日々を過ごしています。委員の皆さんには、市民一人一人が生涯にわたり夢や希望を持てるよう、スポーツを通して地域を活性化する活動をお願いしますと激励の言葉を述べました。任命された委員はそれぞれの地区で活動することになっていて、今年度はコロナ禍を見据え、誰でも気軽に取り組めるニュースポーツをさらに推進するなど、現状に即した形でスポーツを通した地域づくり活動に尽力していくということです。